はい、こんにちは。こんにちは。波乗大使です。今日は、今日は、2つのニュースをお伝えしたいと思います。3つですね。3つですね。3つのニュースをお届けしたいと思います。思います。はい、まずは、1つ目は、YouTube のコメントにですね、波乗大使のサーフィン動画を見てやる気を出してますっていう小学生の男の子がコメントをくれました。嬉しいですね。ありがとうございます。もう一つはですね、海でサーフィンの準備をしていたら波乗り大使さんですかって声をかけられました。びっくりしましたね。何が乗り大使さんですかって声かけられて、握手してください。うん、びっくりしたな。びっくりしたよ。ねえ。びっくりしちゃった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。それでですね、皆さん、波乗り大使のサーフィン動画を待っていてくれるんですね。待っていてくれるんでしょう ね。でもなかなかサーフィン動画完成しないので、今回は、取っ手出しシリーズということで、 Facebook ではその取っ手出しシリーズっていうのをやってたんですけれども、ちょっとそれを YouTube でも出そうかと思います。それでですね、そのYouTube の本編の動画の方ももう少しで公開できると思いますので、それも合わせて、お楽しみくださればと思います。思います。それではどうぞ。どうぞ。はい、というわけで、取っ手出しシリーズなんですけれども、これはですね自動追尾機能がついたソロショット2と GoPro の GoPro の動画をですね、いっぺんに撮りたいとずっと思っていたんですけれども、それがやっとできたのでこのような形で、お届けいたしました。お届けいたしました。今後もよろしくお願いします。バイバイ。